一世のおせっこんにちは、ひまひまです。今回はですね、本日はなんと食事調整日です。まあそれがどんなものかと言いますとね、昨日私はもうご飯を食べ過ぎたの、朝からもう炭水化物炭水化物炭水化物みたいな。まあそれはいいのよ、炭水化物を摂ることはいいことなんだけど、ただ昨日はもうチョコケーキとかチーズケーキとかチョコテリーヌとかいろいろもう食べ過ぎたの、とにかく。だから今日はもう調節をしたいと思います。なんで今日はひまひまのご飯結構ヘルシーに行くので、皆さんね、ヘルシーすぎるって心配になる方もいると思うんだけど、昨日食べ過ぎてることを覚えておいてください。では早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで昨日なんか疲れすぎてしまって、ね、なんか撮影行ったぐらいで疲れてはないんだけど、なんか体力的にあーってなっちゃって、なんかもう10時には寝落ちして、で今もう9時半、もう9時半になっちゃったんで朝ごはんです。まずこれね、ゼロカロリー酵素みたいなやついただいたやつ飲みます。リンゴ酢の味。あと朝ごはんなんですけど、はい、こんな感じですね。リンゴとバナナと、この豆乳で作ったヨーグルト、コレステロールを低下させよう的なやつ。もう生まれつきなのか分かんないけど、コレステロールがもうずっと高くて本当に助けてくれって感じですね。ではいただきます。あー、おいしい。私ね、朝ごはんはしっかり食べないとやってらんないので本当はゆで卵食べようと思ったけど、なかった。うん、うん、うん。でもなんかね、食事をね調節する日ってあんまり、逆に単に減らしすぎない方がいいらしいけどね。うん、これ美味しいんだよね。なんかオイコスとかもいいんだけど、まあなんか豆乳だし良さそうと思ってこれにしてます。指原さんがなんかの、指原さんの動画で、食べるときはちっちゃいスプーンを使うといいみたいな、一口をちっちゃくできるからね、真似してます。はい、お昼ご飯です。ヘルシーで、あ、ちょっと今撮影して結構私はそれまで何も食べてませんでした。いや、私がね、チョコとかつままないの結構珍しいですよ。で、9時から今12時半なんだけどね、3時間半くらい空いて食べます。これお腹が空いたら食べるとかそういう方もいると思うんだけど、私は食べないとやってらんないので食べます。お昼ご飯はこんな感じです。お味噌汁、そしてホッケ、ゆで卵、私のもう最近も大好きなこれ超ハマってるスナッツ入りのポン酢、そして食べれたら納豆って感じですね。ではいただきます。ふう、お味噌汁から。あー、美味しい。私お味噌汁大好きなんだよね、最近お味噌汁ばっか食べてる。たっぷり食べてもらったちっちゃいちもっともっとねえ、うん、私ホッケが一番好き、魚の中で。じゃあ食べます。おいしい。はい、今夜ご飯じゃなくてお昼ご飯を食べ終わったんだけど、まあ調整料だけど1個ぐらいはいいでしょうということで、スタッフさんからいただいためっちゃめっちゃおいしいチョコを1個食べたいと思います。1個ね食べます。このホワイトチョコになんかドライのね、いちごが入ってるの。いただきます。おいしい。じゃあこれを美味しく味わって夜ご飯まで我慢したいと思います。はい、皆さん、今ね私ショート動画でね、じゃじゃじゃーん、こちらチョコチャンククッキーを作って、そう、チョコチャンククッキーを食べるショート動画を撮ってしまって、半分ぐらいチョコチャンククッキーを食べました。まあいいのよ、それぐらいなら。で、さらにこのファミマのスーパーサイダーファイバーっていうゼロカロリーのジュースを飲んで、どうにか甘いもの欲を抑えています。そんなこんなで、で夕方になったので、私はもうこれを食べてしまったから、もう本当にちょっと罪悪感に押し負けてしまいそうなので、1時間歩いてきます。だいたいね、1キロぐらい、あ、1キロじゃない、1万歩ぐらい歩けたらいいなという感じです。では行ってきます。はい、
今、1時間ぐらい歩いて、ちょうど1万歩歩いてきました。9996って書いてあったから。まあ、1万歩歩いてきました。一人でずっと音楽聴きながらね。今日の夜は、なんと鍋でーす。これは、豚骨白菜。白菜、塩豚骨鍋。ああ、はい、惜しい。白菜、塩豚骨鍋です。はい。いただきます。なんかさ、カレーラーメンみたいなさ、匂いするんです。最後何？最後ね、ほんとここにラーメンを入れて、うん、豚骨ラーメンにしたいんだけど。ダメ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 。今日は何だったっけ？何の日だったっけ？今日は調整デーです。あ、調整デー、うん。だって、豚さんも入ってるよ。そうですよ。え、美味しそうすぎる。何これ？よいしょ。はい、で、お豆腐も入れて、うん、はい、小松菜さん、これ何？春菊。春菊、うん、あと少しスープね。スープ入れます。え、超豚骨さ、ラーメンの匂いなんだけど。そうでしょ。超美味しそうだけど、ラーメン入れる？ダメ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 。まだわからない。ラーメンよりはさ、あっちのがいいんじゃない、うん、ご飯のがいいんじゃない。おじや、いや、でも豚骨ラーメンにしたい。はい、それではいただきます。はい、どうぞ。わー、美味しそうすぎます、ね、匂いからしてやばいよね。美味しそう。超豚骨のね、いい匂いする。うん、どう？美味しすぎ。シャキシャキだし、野菜が。そうなの。これ豚骨も、このなんていうのか、あっさりなんですけど、こってりみたいな、うん、この白菜との相性がいいのよ、うん、うん。最近も本当に野菜が好きで、うんうんうん、肉と野菜どっちを取るかって言われたら肉だし、おにぎりと野菜どっちを取るかって言われたらおにぎりなんだけど、サラダボウルとかあったら頼む、うん、昨日もサラダボウル食べましたね、マネージャーさんと。めっちゃ美味しいよね、うん、どうしよう。え、何ラーメン。で、まだラーメン迷ってるんですけど、ママ。てか私思うのは、好きな人の前でサラダと食べれたくない？食べれない。うん、食べれるの？逆に。レタスとかの大きさによってはちょっと恥ずかしいかも。え、そう、だからなんか口に入りきらないじゃん、サラダって。みんなはどうです？よく言うのはさ、付き合ってからならみんな見せれるみたいな、だからそういうもんなんじゃないですかね。ひまさんもそういう時が来るといいですね。はい、昨日もさ、2年ぶりに会ったスタッフさんがいらっしゃったんですよ。2年ぶりに会ったスタッフさんの一言目、ひまちゃん彼氏できただよ。びっくりよ、うん、あと、エセダイエットはまだしてんのって言われて2年前から今ダイエットするダイエットするって言ってたんだと思いましたね、うん、じゃあこんな感じでママと鍋食べていきます。ここについてるけどね。え、どこ？彼氏できないな。よし、次はラーメンか。はい、第2弾いただきます。あれ？あれ？どうしてもラーメンを食べたくて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 、ラーメンを食べましたっていうのもあれなんですけど、違くって、実はこれ白滝でーす。代用してみた。なんかもうさ、どうしても食べたくてさ、本当に胃袋が大きいんですよ。で、超大食いなんだけど、だからもう全然足りなくて、白滝ってラーメン風にしてみました。まあさ、リセットだからね、今日はね。そう、うん、リセットデーだから、うん、これはね、白滝。普段頑張ってもラーメンにはなれない。本当におでんって感じ。おでん。でも美味しい。うん。みんな、誘惑が襲ってきました。じゃあ、北海道で買ったチーズケーキ。え、ね、これぐらいならいいよね。リセットで、でも。いただきます。まあ、これぐらいならね。美味しすぎて泣ける。大号泣。いや、美味しい。何これ、本当に美味しい。これで今日のご飯は終わりにしたいと思います、絶対に。はい、というわけでこんな感じで以上でーす。ごちそうさまでした。どう、みんな、今日は調整デーだったんだけど食べ過ぎてたかな。でもあれぐらい食べないとやってらんないし、我慢できない。なんかね、お家行っちゃうと食べちゃうんだよね。ということで、朝から夜まで私の食べたものを今日は撮ってみたんだけど、どうでしたか？調整デーなんでヘルシーなものをたくさん食べたりとか、あんまり炭水化物取らないようにとかしてたけどね。最後チーズケーキを食べてたのも内緒でよろしくお願いします。では次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。また今度逆にチートデーも撮るね。うーん、ね、うん、はい。
本当にママパパがそこでなんかゾワ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 やってるんですよ。ゴワ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 静かにしていくから撮影中なんだから。